こんにちは、元男の子の青木かのんです。今日は私が性転換をしてから初めて女としてプールに入るので、その様子をお届けします。うわー、緊張する。大自然に囲まれてます。めっちゃいい匂い。なんだかな、畳の匂いか、これは。畳、綺麗。すげえ。これは露天風呂。すげえ。え、これどこまで続いてんだ。これはすごいぞ、これはすごいぞ。この景色、皆さんちょっと一緒に見ましょう。せーの、見てください。うわー、すっごいいい香りする。こわっと鬼怒川がこうやって流れていくんですね。鬼怒川はですね、利根川の方に注がれるので、利根川となって太平洋に注がれるんですね。鬼怒川ライン下りのイメージが強いんですけども、こういった穏やかな表情も見せるんですね。うん、とっても素敵です。多分なんですけども、この送電線がこうやってあるじゃないですか。で、ここに川がありますよね。近くに私が大好きなダムがあるような気がするんですよ。てか、あったような気がする。川地ダムとか有名なダムがあると思うんですよね。私、ここを一人で泊まって本当にいいんだろうか。罪深き女ですよ。ちょっと待って、これなんて書いてるのかわかんないな。これかりんとう、かりんとうって書いてるのかな。うおった、これは見逃せない文字を見てしまったな。これは何だろう、どういうマッサージをしてくれるんでしょう。もしかしてあんなマッサージをしてくれたり。まさか和樹さんに限ってそんなことはないんじゃないですか。そんな行き過ぎたサービスしないでしょ。何これ、ビワゼリー。ビワゼリー、あ、これはあれなんですね。栃木の鬼怒川にありますけども、房総という千葉県の名産の千葉県の地名が書かれてるという、なんとも、突っ込みづらいお土産が置いてありますけども。ただこちらはですね、期待を裏切りません。日光国立公園土産、まさにこの鬼怒川温泉の名にふさわしい銘菓でございます。こちらは正解です。次は、タリホの恵み。これはどちらでしょうか。これはよくちょっとわからないですけども、でも楽しみですね。おっと、これはこの座布団の膨らみは、もしかしてブーブークッションじゃないんですか。ちょっと座ってみますか。皆さん、後でですね、鬼怒川温泉の伝説のお風呂をですね、入っていこうと思うんですけども、こちらはですね、この後、先ほど冒頭でお話ししました、性転換後人生初の女として水着を着てプールに入る、その最大のイベントを終えた後にこちらのお風呂に入りたいと思います。そして、こっち反対側は、ここは何でしょう？寝室です。なんで二つあるんでしょうか？これは、青木かの浮気してるんじゃないのかと疑われてしまっても仕方ないと思いますけども、安心してください。今日、この青木は一人でございます。おー、すごいですね。もしかして、ここに、クロちゃんが隠れてんじゃないの？クロちゃんです。おー、あ、これトイか。あ、すごいわ。もう、メイドインジャパンと言わんばかりの TOTO が前面に書かれてますけども、ウォシュレットもありますからね。韓国は、拭いたトイレットペーパーをゴミ箱に捨てるんです。流さないんです。流さないっていうよりかは、厳密には流せないんですよ。水圧が日本とは規格が違うんで。はい、すごいですね。日本は。大丈夫かな、別の話に発展しちゃわないかな。お次はですね、こちらでございます。これはちょっと不思議な気持ちにさせてくれるじゃないの？では皆様にお目に入れましょう。じゃん。二つあるんですね。私は今回一人で泊まると言ったんですけども、やっぱり三日月さんは太っ腹ですよ。二人分の部屋を私一人で使ってくださいと、言わんばかりのこの贅沢なお盆振る舞いをしていただきました。こちらはですね、後でお見せします。最後まで見てくださいね。では、そこにいるのが待機中のマネージャーです。やめてください。お飲み物をご用意しました。お飲み物あるんですか。んー、ミネラルウォーター2本とかじゃないな。いきますよ、ドン。おお、なにこれ、栃木のすごい、栃木の石田さん、すごいですよこれ。栃木のジラムネありますよ。美味しそう。飲みましょう。これ、栃乙女のいちごの爽やかな味のラムネですって。
ってやってるじゃないですか。ちょっと、しかもこの青木のスマホに飛び散ってますよ。三日月のやめてください、スタッフさん見るんで、この動画本当にカットでお願いします。やばい学習できてない。違うんですよ、あれなんですよ、三日月さんが悪い。違う、それは絶対に違います。三日月さんが多分振って多分取れ高を作ってくれたんですよ。お会場がこちら裏中というお部屋でございます。はい、へー、すごい。個室でお食事できるんですね。はい、そうですね。ただいまの時期はちょうどぴったりの。そうですね、ありがとうございます。お、すごい。すごいですね、ここで。いや、すごい。これは、すごい綺麗。雲が近いっていうのがなんかいいですね。あ、ここ標高やっぱ高いんだなって。うん、確かに。知ってます？日光って場所でいうと奥日光の方になるんですけど、夏でも例えば東京が気温が32度だったりするじゃないですか、うんうん、奥日光、まあ、この辺は夏でも17度とか。え、そうなんですか。夏日がないんですよ。年間平均が確かそのぐらいみたいな。真夏日がない。避暑地としてはいいですね。そうです、避暑地ですね。初かもしれないな、ミラベンダー。きます。ドゥドゥン。うわ、すごい。あ、こんななってんですね。私も大好きなオクラちゃんぐらい入ってます。どうしたんですか今回。なんかこれ杯です。石田さんと杯を交わして、これからも石田さんには企業案件を持ってきてもらえるような、私は石田さんに媚びを売り続ける人生を。私がヤバい人みたいな。こちらですね、栃木県産の桜木肉を使用したステーキでございます。こちらにさせていただきます、ね、桜牛、はい、桜紅牛です。桜ペニ牛、はい、行きますよ。見てください、ここから。うわぁ、蒸してるんですね。行きます。今まで食べてきたその和牛とはまたちょっと違う。桜紅牛って言うんでしたっけ。なんかね、あれなんですよ、肉の甘みとかよく言うじゃないですか、うん、なんか和牛とか食べるとじゃなくて、肉の甘みっていうか、なんか肉からだしが出てくる感じ、ちょっと独特。またこれ美味しいですね。なんかステーキとして食べても全然くどくない。ということで、元男の子の限界を試したいということで、男から女に性別を変えた私が人生初の女としてプールに入るっていうことをですね、この後やっていきたいと思います。こんな壮大なチャレンジに協力してくださった三日月さん、本当にありがとうございます。今日私の一大イベントですよ。こんな、もともとね、こんなゴリゴリだった少年がこうやって美人に来てるわけですよ。人間ってよく分かれないなと思うと同時に、自分の頑張りを褒めてあげたいなと思いますよ。ただですね、その格好でずっとカメラに映り続けちゃうと広告を剥がされてしまうっていう恐れがあるので、ちゃんと上に羽織物をしてプールに入るかなと思います。キラーン。これなんですけど、これセットで付いてきたやつですね。とあるデパートで買いました。何やってんだろうな、こんな姿を映して変態じゃないのって勘違いされるかもしれないんですけども、あ、今機械中です。あの、元男の子にとって多分女子としてプールに入るって結構な勇気だと思うんですよ。私も性転換してから5年ぐらい経つんですけど、なかなかその境地まで行くのにやっぱり勇気いりますし、っていうこともあって私の生き様を見せるっていう意味でも、今回はこうやって体を張った企画をやる意義があるんじゃないのかなと思ってます。これいいんじゃないかな。だいぶ水着感薄れちゃいますけども、でも十分水着かな。行ってきましょう。キュー。
したんですけど、カメラで映っちゃいけないじゃないですか、他の方は。プライベートで次は他の人がいるときに入りたいですね。おいしい。感慨深くないですか。だって学生時代って内田さんがセーラー服着てた時って私学ランしてるわけじゃないですか。今こうやって一緒にプール入ってるわけですよ。女同士で僕なんですっていう私は一人で感慨につけてました。ウォータースライダー行ってきます。クール注意事項書いてますので皆さんお気をつけてください。今回ですね、三日月さんにご協力いただいて、今回このような形でですね、私の悲願の青木かのん青天願を初めて女としてプールに入るっていう一大プロジェクトをですね、無事成功させることができました。本当にありがとうございます。確かに今まで女の姿で女子更衣室とか温泉とかプールに入ったことあったんですけども、その時っていつも私のそばには同じような元男の子さんがいたんですね。一応形上女の姿になって女性しかいない場所に入ってたっちゃ入ってたけど、私の中でどっかなんか引っかかったんですよ。それはどういうことかというと、自分以外の元男の子がいない場所、つまり本当に生まれた時から女性の性別だった人たちしかいないところに元男の子の私が一人ポツンと違和感なく染まれるかっていう、そこが私にとってすごい一大決心なイベントなわけだったんですよ。確かに今まで何度か温泉とか入ったりプール入ったけども、やっぱり私はどっかで女湯とか入ってるけど、本当に今の私って女湯に入れてるのかみたいな、どっか自分で再確認したいっていう気持ちがあったんですね。でも女の人しかいないような場所に私元男の子が入っていて、ここで何も違和感なく溶け込める自信が本当はなかったんですよ。だから今回こういう形で協力してくれた三日月さんだったり、あとウームの石田さんには本当に感謝してます。今日やってよかったな。私にとってその女性っていうのは、女性っていうこの性別だけで憧れの対象なんですよ。それだけを見て追いかけてきたから、私もそうなりたいって思って。でも男だったじゃん、もともと。これちょっと変態みたいな発言言わないから大丈夫かな。一緒に女子コイツ入ってで、プールで一緒に泳いで、その時に質問で私が、石田さん、私って本当にこの姿で女子コイツとか女の人しかいないコミュニティ入っても大丈夫ですかって聞いたところ、あ、全然大丈夫
本当に泣いちゃうほど嬉しかったっていう感じで、今回ですね、長々話しちゃいましたが、青木かのん一大プロジェクト、性別を変えて女子としてプールに入るというプロジェクト、無事成功できましたという動画でした。少しでも楽しいって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントもありますので、そちらの概要欄からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。